こんにちは、ライムです。はい、ということで、久しぶりにキングダムハーツ動画撮ってみようかなと思います。で、今回の動画一体何なのかっていうと、皆さんご存知か分かりませんが、キングダムハーツミッシングリンクというね、2023年におそらくサービス開始されるであろうスマートフォン向けの新しいゲームがありまして、それのね、プロトタイプテスター募集ということで、こういったものがねあったんですよ。で、もうすでに募集とは終了していてですね、それの当落発表が、今日行われたわけなんです。で、それのちょっと当落発表をこの動画でしようかなと。まあ、僕のツイッター見てる方はね、もう僕がどうなったかは、当選したのか落選したのかはね、お分かりの通りなんですが、はい。とりあえず記録として残しておきたいなと。あと、単純に僕が喋りたくなったからっていう、ちょっともやもやしてたというか、ムラついたというかね。そういった気持ちがね、抑えきれなかったんで、本当だったらね、別の動画撮る予定だったんですが、ちょっと、これを撮ってから他の仕事やろうかなって思ってます。はい。で、一応最初にね、まあ改めてこのキングダムハーツミッシングリンクって何なのっていうお話を、まあちょっとさらっとしていこうかなと思います。キングダムハーツミッシングリンクについてはですね、以前僕が20周年記念イベント、に特別招待枠として、招待された時にキングダムハーツ4と一緒に、世界初公開ということで、ティザームービーがね、公開されたわけです。で、その日、20周年イベントのその日に、まあ、ミッシングリンクというものをやりますよと。で、2022年内にそのクローズドベータテストをやるよっていう話はね、野村さんとかからあったんですよ。ただちょっとね、期間が、まあやっぱりそこは安定の救えにということで伸びちゃって、今ね、1月のから、まあ明日だね、実際明日から、1月18日までとりあえずプロットテストということで始まるみたいです。で、このプロトタイプテストっていうのが、まあ、クローズベータテストよりもさらに1個手前の、本当に試運転オブ試運転みたいな感じっぽいので、どうやらね。なので、これはあくまでプロトタイプテストなんで、この後ですね、おそらく、アンケート、最後にね、1月18日が終わった後ですね、参加した、1000人かな、これは確か。確か1000人だと思うんですが、1000人に対してのね、アンケートが、おそらくあると思うんですが、それの、答えを持ってですね、クローズドベータテスト、ちょっとその、なんだろう、改善点とかがあれば改善した上で、さらにね、ゲームのね、システム等を良くするためにクローズドベータテストを行って、また、バグや、改善点等が見つかれば、またね、アンケート取って改善していくみたいな流れになるんじゃないかと思ってます。ただこれが、まあ、何回クローズドベータテストを行うのかとか、あと詳しいね、サービス開始日時っていうのは今のところだと不明です。またこれから、例えばね、明日から始まるプロトタイプテストで致命的なバグが見つかってしまったと。これやるともうゲームがもう進行しなくなっちゃうようなひどいバグ。で、そのバグを直すのにも結構時間かかるみたいな、ことももしかしたらあるかもしれませんので、そうなったら、どんどんね、実際のサービス開始時期は後ろ倒しになっていくと思った方がいいんじゃないかな。とりあえず、まあ、はい、今回のね、1000名の、まあ実質デバッガーとも言えるよねこの段階だからね、の皆さんね、当選した方はね、しっかりプレイして、その上でアンケートとかね、書いてほしいなと思います。僕は一体誰の立場で喋ってるのか分かんないんだけど。でだ。そんなキングダムハーツミッシングリンクなんですけど、そう、当選発表が今日あったわけなんですよ。で、僕は、その正直、自負はしてたんですよね。その、受かるっていう自負ね。なんでかっていうと、そのほら、さっき言った通り、僕、キングダムハーツ20周年イベントの、一応、特別招待枠、ゲスト枠として、
ね、参加させていただいたんですよ。なので、まあ、その当日ですね、一緒に、ね、特別招待枠で受かった、まあ、インフルエンサーのね、某人たちとお話ししていたんですよね。これ、まあ、例えばクローズドベータテストね、その年内にありますけど、そこで僕ら落ちたら笑えないですね、みたいな話をしてたんだけど、してたので、これはさすがにだよ。まあ、なんだろうな、この応募の時にも自分自身のね、データを打ち込んだりとかもね、当然したわけですよ。で、さすがにね、特別招待枠は多分ね、10人以下ぐらいしかいなかったので、それぐらいの、なんか、なんだろう、忖度というか、明けすけに言うと、忖度はしてくれるんじゃないかな、みたいな。1000人中の10枠ぐらいは開けてくれるんじゃないかなって希望はあったんだよね。さすがに。それでなんか落とすのもなんか違くないと思ったので、僕が仮にね、この例えばキングダムアーツミッシングリンクというか、その20周年イベントにね、招待した側からしたら、これで落とすの違うんじゃないかなと思ってたんで、なんとなく自負はあったんですよ。この当落発表前からね、さすがにまあ当選してるだろうと思ってたら、はい。で、結果どうなったかっていうと、無事ライムは落選。もう一度言うと、落選しました私マジかよってなったよね。これはもう本当に、なんだろう、まあでもさっきほら言ったじゃないですか、忖度って。忖度がないね、もう本当に。もう完全に厳正なる抽選の結果落選したんだと思うだからこればっかりはもうしょうがないよね。ここで文句言うのも別にね、違います。これは文句ではないので、これは別にね、これは文句言ってるわけじゃなくて、本当にその、なんだろうな、定員数が1000人に対して応募者がそれ想定よりも多くて、その入りきらなかった僕みたいな人たちが抽選からあぶれたっていうだけの話なので、実際、僕のね、キングダムアーツユニオンクロス、この前のゲーム、スマホゲームの時の、パーティーメンバーね、まあ他のゲームで言うとギルドだよね、ギルメンの話を聞いた限りでは、今のところね、報告してくれた人が7人いて、7人中の2人しか当選してなかったこれで。まあツイッターとか見るとね、結構当選しましたって人結構多いんだけど、まあ当たり前のことなんですけど、こういう当落発表の時って当選したっていう人の方がテンション上がって、ツイッターとか SNS とかにね、書き込む傾向があるのは当然なので、その別にツイッターで多くいっぱい見たからその当選者が多いとかっていうことにはならないんのでね、その辺は例えば僕と同じようにね、落選した人は、まあ、落ち込まないようにね、してください。普通にそう、7人中2人しか当選してないってことはなかなかだよね。思ったより多かったんだなって思う。多分僕の多分感覚的には、まあ1000人に対してまあ5000人とかいたんじゃないかなって思う。応募した人が。多分そんぐらいなんじゃないかなって。想像では。だと思います。1万はいかないんじゃないかなって思うけど。ユニクロの感じを見るとね。しかもこれ本当に、クローズドベータテストでもなく、プロトタイプテストテスターっていうことなんで、そうそうそう。これに応募する人ってもう筋金入りのキングダムハーツ好きじゃないと、ここまでそもそもたどり着かないよなっていうところもあって、まあおそらく5000人ぐらいだと思われる。5人に1人ぐらいは受かってんのかなみたいな感覚かな、多分ね、おそらくって感じなんで、まあ僕は落ちちゃいましたけど、この今回のこのプロトタイプテストの概要にも書いてある通りなんですね。規約にも書いてある通り、実はこれってここの参加にあたっての注意事項っていうところに書いてある通りですね、プロトタイプテストのプレイ動画の投稿及び画像投稿は禁止しますというふうに書かれているんで、仮に僕が当選したとしても、こうやってなんかこのゲームの内容をね、実況とか
解説とかそういったことは一切できませんので、いずれにしてもまあなんだろうな、僕の仕事的には関係なかったといえば関係なかったので、それは幸いでしたね。これで例えば今回のテストでその動画投稿 OK だよとか画像投稿 OK だよって言ったら、多分僕は血の涙を流してましたね、完全に。畜生、なんでだ、わしだって動画投稿したいじゃんって多分なってたと思うんで、それを考えればまあまあまだ良かった、不幸中の幸いというかまだ良かったんじゃないかなと思う。であとね、これ皆さんあの SNS 等に画像投稿するのも絶対ダメだからね、そこは皆さん気をつけてください。受かった人は絶対しないように。そしたら多分なんだろうな、そのアドレスとかそういった情報とか控えられて、次回とかの参加は多分できなくなったりとか、まああるいはなんか何らかの措置が行われる可能性あるんです、スクエニ社側からね、スクエニックスから何かの措置が取られる可能性があるので、まあこれ気をつけてね、マジで皆さん参加する人はね、はい、まあ全然自慢してするのは全然構わないんですよ。僕のコメント欄等に例えば文字だけね、動画の YouTube のコメント欄だったら文字だけしか表現できる方法ないので、そういったコメントとか文字なら全然 OK らしいので、なんかね、なんか書いておきたい、なんか何かにメモっておきたいみたいな人いたら、この動画のコメント欄等にでもね、実際明日以降、まあ、感想とかこんな中身だよっていうのを書いていただければ、この動画見ている方もね、実際参考になると思うので、はい、僕はまあ受かった人の話を聞いて満足するとしよう。まあまだね、これまあプロトタイプテストということなんで、おそらくまあ全然あと多分2、3回はありそうな気がするんだよね、クローズドベータテストあるような気がするんで、またそこでね、また応募者募ってやると思うんで、その時にまた参加したいなと思います。はい、で、一応最後になりますけど、さっき言った通りね、1月18日まで開催予定で、その後アンケートがありますので、しっかりアンケートは書いた方がいいと思います。何らかのね、例えばもう、プロトタイプでガチャが実装されてんのかわかんないけど、仮にガチャとかがあったとしたら、ガチャの仕様、これはちょっと、みたいなこともまでしっかりね、書いた方がいいと思うし、あと、例えばピースとか使ってバトルすることになると思うんですけど、ピース、の、性能に関してとか、まあ、あるいは挙動とかね、そういったことまでしっかり、あとドロップ、どれぐらいドロップするのかとか、強化素材とか、まあ、もろもろあると思うんですけど、そういったところまでしっかり、あと、UI の部分だね、ユーザーインターフェースの部分、あと、その、操作性能しやすさとか、あと文字の大きさとか、視認性とか、まあ、いっぱいあると思う。あと、単純にバグとかね、こういったバグありましたとか、これやったらなんか動かなくなっちゃいましたとか、そういったことまでしっかり報告するのが、このね、プロトタイプテストの、必要なことだと思うんで、実際皆さんね、しっかり、アンケートまで書いて終わらせてください。僕の、未来の僕のために。はい。ということで、まあ、それだけ言いたかったんで、とりあえずまあ、それだけ言いたかっただけでももうなんだかんだ14分かかってるんですが、はい。またね、仮にクローズドベータテスト動画撮ってもいいよとか、まあ、あるいは、なんだろうな、そういう画像投稿ありだよってなったら、またね、こういった動画等でお会いする機会もあるかもしれませんが、その時はまたよろしくお願いします。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。